バナナ TV なんか来た。おっ、わリブアリブアヘビーね。クレームによ、すげえ。あ、俺好きだな。ラスベガスのラストはヘリの夜景。わー、かっこいい。見て、すげえすげえ。夜景どうした今回。まあ、堪能しましたよ、ね、ベガス。あの車でこのラスベガスの街を走ったのはまあ気持ちよかったね。あー、オープンカーね。あれはマジでやったなって感じだあれは。いや、もうそういう場面はいっぱいあったよ。そうですね、カジノで23に入った瞬間とか。あれマジ震えたねいや、まあオーディションミスりましたしね。いや、まああれはミスりっていうかね、しょうがないよ。あね、ちょっともう一回ね。あれも話によると、見てた津田さんの中では、すごい面白いと、全然出てもいいんじゃないかって話もあったみたいなんですよ。ただ出て見たお客さんがもう一回見れた時に、あれ、あの人いないじゃないか今回はってなると対応できないから、すげえっていう素敵なフォローしてくれたなそれはやっぱそういうことだ。あの作品に合わないっていうね。ドクターエイジのカラーに合わなかった。作品に合わない連発だな俺印象には残ってたことなんですね。印象には 残、はい、残ったかね。じゃあまあいいか。じゃあもう本当に最後はさ、もうこれ最後の乾杯だし、ちょっと日村さん、まあまあオーディションはダメだったけどさ、はい、T シャツ売ったし、そうです ね、はい、最後の最後はもうちょっとマジでね、ここは日村さんにさ、はい、乾杯の挨拶してもらいたいと思います。乾杯みたいになっちゃったじゃないかグラスを持ってたんだよ、ずっと。それを見てグラスを持ったんだよ。目くばせしてんだよ、グラスの目くばせ。グラスの、グラスの目くばせ。今回はこれが流行ってたね、ずっと。流行ってたね。いや、でも楽しかったな。楽しかったですね。その楽しいラスベガスの、うん、一応思い出というか、ちょっと記念品みたいのを作りまして。何これ？コインを。え、何これ？あ、すげえ、ラスベガス。え、これ。はい、写真よく見てもらうと。え、俺らだよ。そうなんですよ。前振り撮ったやつ。え、ベガスサインでコインで。え、はい。バナナ TV って書いてある。すげえ。宮本さんって本当に素敵な大人です。本当だよ。本当だよ。俺らにどんだけサプライズ持ってるんだ。女だったらちょっとだけ付き合ってあげてもいい。そんな安い女じゃない。めちゃめちゃサプライズ王じゃん。すごい。作れるんだこんなの。そうです。これすごいね。これどうやって作ったんですか。聞いていいですか。そういうお店があるんですね。記念になるね。はい、めちゃめちゃ。これなんかこうカパって入れてさ、キーホルダーとかなんかストラップにできればいいね。これだけだと。絶対なくしちゃうじゃん。どうしたらいいんだろう、これをなくさない方法は。もうなんだろう、俺だったらここに置いてっちゃうから皆さんはそういう人だね。俺こういうことするからね、うん、すげえ。これありがとうございます。綺麗にと思って。いやいや、すごい。めちゃくちゃ綺麗です。へ、はあ、確かにこの写真ね、宮本さんが俺に送ってきてくれてる、このちょっと下からの角度なんだよ、これこれ用なんだ。すごいね、これいいじゃん。絶対にこのウェルカムラスベガス入れたかったんだなっていう気持ちがわかるよね何よ、ほんとスケベな人だね、宮本さん。いや、嬉しい、ありがとうございます。これはすごいね、すごいね。今食べて、今の野球クルーズ行って、うん、バンテービーラスベガスの本編終わりまして、うん、明日からのオフなんですけど、あ、はい、予定は明日朝ゴルフ、うん、うわ嬉しい、しまして、めちゃくちゃ嬉しい。午後買い物、うん、はい、夜がシルクロスレイオフに。うわ、すげえな。あさっても今日ゴルフ場予約はしてます。え、はい、2日連続行っちゃうかな、俺。はい、行かれる方。あ、マジで。あ、ここプール自由に。暑くない？大丈夫かな。もう、俺は関係ない。本当に。うわ、すごい。これ2日間ありますけど。ありがとうございました。やったね。楽しみになって。あ、なんか来た。オニオンスープが来てます。おお。わあ、センキュー。わあ、わあ、うまそう。これこれ。やっと念願のなんか風数の念願のスープが来たね。俺もうまそうだな。あ、何それ。牛肉のスープかな、うん、いただいていいですか。どうぞ。うわ、うまそう。いただきます。うわ、この感じすごいよ、ほら。この玉ねぎ煮込んだ感じに。
うまいこれ。うまいですか。うん。ああうめえこれ。オニオングラタンスープのこれ上って何なの？パンにパンにチーズ。パンか。パンかパンか。うめえ。うまいですか。うん。下のクルスグルーですね、うん、あー、うまい玉ねぎの香ばしさすげえ、じゃあ僕もちょっとこれ牛テールなの、あ、違うね、ちょっと煮込みに近いのかな、